大山慎介のみんなの北海道2100。北海道、関西、そして全国の皆さん、おはようございます。お待たせしました。北海道田舎プロデューサー大山慎介です。札幌 HBC ラジオのスタジオから北海道へ、そして関西 MBS ラジオ沖の皆さんにお届けしていきます。はい、ということで9月も半ばになりました。農業でいうと収穫の秋ですね。各イベントが行われてます。先週は南幌町の農園チームが野菜というイベントね、これも盛況だったそうです。そして4日の日には幌加内の新そば祭り、僕行ってきました。はい、感動しましたけれどもね。で、今度海にですね、海の方に目を転じますと、来週9月18日は南北海道道南の松前町といえばマグロ。この9月18日はマグロ祭りが松前町で行われます。ということでね、北海道各地皆さん頑張ってます。で、実は10月には牡蠣、僕ね、この海の牡蠣ね、美味しい、僕大好きなんですけどもね、牡蠣の祭りがあると。といえば東北海道道東の厚岸町、今日はそのですね、厚岸町、こちらでですね、3年ぶりに開催される牡蠣祭りも含めて観光のね、お話、役場の方に聞いてみたいと思います。それでは今週も最後までごゆっくりお付き合いください。大山慎介のみんなの北海道2100。大山慎介のみんなの北海道2100、お送りしています。ということで、本日は東北海道道東の厚岸町です。厚岸町、まずおさらいしますね。釧路と根室のほぼ中間ですね。ですから釧路空港からは車で、そうですね、1時間15分くらいですかね。新千歳からも丘珠からも飛んでますね、釧路空港に。札幌からは車はちょっとね、遠いですけど5時間以上ですかね。人口はおおよそ8600人。それで昨年ですね、3月に、厚岸キリタップ昆布森国定公園、これが、新たに指定されました。北海道内ではですね、6カ所目なんですけど、国定公園、これね、30年ぶりですね、30年ぶりに指定されたということで、これね、自然豊かなところなんですね。で、なんといっても牡蠣、一年中牡蠣が取れる、いろんなブランドの牡蠣があるんですよね。ということで、本日は厚岸町の観光や牡蠣について伺っていきますね。厚岸町観光商工課の塚田翔也さんにお電話がつながってます。塚田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、塚田翔也さん、はい、若いんですもんね。そうですね、まだ若い方だと思いますね。22歳とお聞きしたんですけど。あ、22です。出た出た出た、はい、はい、というねじゃあ入って4年目ですか。そうですね、4年目に入りまして、で入った時に観光係だったので、ずっと観光係に勤務してますね。生まれは？生まれも育ちも厚岸町です。お、じゃあもう何でも知ってますね。何でも知ってるはずですね、はい、何でも知ってる、そうそう、いいね。そして、牡蠣好きですか？牡蠣大好きですね。どのくらいの割合で塚さん食べるの？そうですね、厚岸の人意外とあのバーベキューとかよくやるんですよね。で、そのバーベキューやるたんびに、まあ、みんなお肉とか焼くと思うんですけど、とやっぱり僕は海鮮系が大好きなんで、もういつもバーベキューあるたんびに牡蠣食べたり、あと厚岸の道の駅があるんですけれども、有名ですよね。あ、はい、で、そちらの方であの牡蠣フライなんかもあるんですけれども、行くたんびに食べちゃいますね。なんかね、はい、
その話聞いただけで、ああいいなって感じた方たくさんいると思うんですよね。あ、本当ですか。それ結構一年中やってるんですか。あ、やってますね。あ、雪そんな多くないですもんね。秋車そうですね、他のどこから比べれば少ない方だと思いますね、はい、そんな秋車がまず今キャンペーン、ね、お得なキャンペーンやってるんですよね。はい、はい、まず大きく2つキャンペーン行っておりまして、はい、2つ、はいはい、まず厚岸宿泊割キャンペーンというものをやっております。宿泊ね。はい、で、内容なんですが、はい、厚岸町の宿泊施設に泊まっていただいた方限定で、はい、2000円の宿泊割引に、厚岸町内で使える商品券があるんですが、それが1000円分ついてくるというお得なキャンペーンになっております。あ、じゃあ実質3000円割引になっちゃうんですね。そうなんですよ、実質3000円引きで厚岸町に今泊まることができます。はい、はい、で期間なんですが、はい、もうすでに始まっておりまして、今年いっぱい12月31日までがキャンペーン期間となっておりますので、お忘れなく、ぜひ使っていただければと思います。なるほど。はい、これあれですか、塚田さん、はい、土日でも OK なんですか。土日でももちろん大丈夫です。こういうのね、土日とか祝前日も OK っていいですよね。はい、期間内であればいつでも使うことできますので、年内ね、はい、ぜひ使っていただきたかったですね。これ使った方には何かこう特典もあるんですか。そうなんですよ、キャンペーン終了後ですね、に、キャンペーン利用者の中から抽選で30名様に厚岸町特産品をプレゼントさせていただきます。30名もう、はい、ですね、はい、特別賞、まあ、1万円相当が1名様で、ノーマル賞で29名様に3000円相当の特産品をプレゼントさせていただきます。はい、わかりました、はい、いや、さすが4年目になるとね、乗ってきていろんなこと考えちゃうんですね。そうですね、そしてもう一つは、はい、もう一つがですね旅得厚岸キャンペーンというものになります。旅得、はい、厚岸町はですね、大変先ほどお話もあった通り国定公園に最近指定されまして、はい、自然が大変豊かな町になっております。はい、はい、でその国定公園内をですねアウトドア体験で楽しんでいただくキャンペーンになっております。あ、こっちはそっか、コンテンツてんこ盛りなんで、はい、自然を満喫すると。はい、あ、どんな内容ですか。あ、はい、体験内容がですね、まずカヌーツーリングというのがありまして、厚岸の本当国定公園内にベカンベウシ川という川が流れてるんですが、出たベカンベウシね、はい、なかなか読めないですけどね、はい、そうですね、難しい漢字になってますね。でそれを川を下るカヌーであったり、街の中をガイド付きでサイクリングで回るガイド付きサイクリングツアーというものもございます。そっか、サイクリングやるんだ。はい、はい、その他にもですね冬のネイチャーウォッチングと言いまして、はい、厚岸の山なんかに雪が積もるんですが、山の中をスノーシューズを履いて探索するツアーなんですが、鳥のさえずり等をですね聞きながら歩くんですが、それは本当自然を満喫できる最高のツアーになっております。これ冬っていうと時期はどのくらいですか。あ、ですね、冬のネイチャーウォッチングツアーはですね1月から3月までの間となっておりますので。あ、じゃあそうするとこの旅得キャンペーンは、はい、いつからいつまでですか。あ、そうですね、旅とか厚岸キャンペーンはですねもうすでに始まっておりまして、令和4年5月の1日から、来年令和5年3月の20日までの期間となっております。あ、そっか、こちらは、はい、そっか、冬のいろんなことも楽しんでいただきたいんで、はい、来年の年明けの3月20日までなんですね。はい、までを期間として行っておりますので。どのくらいの料金としてはどのくらいの割引になるんですか。はい、ですね、体験料少々高めにはなるんですけれども、はい、最大5000円の割引をさせていただいております。あ、今ね、はい、塚さんからお話が出ただけでも、はい、カヌー、サイクリング、はい、そしてネイチャー、冬のネイチャーウォッチングですか。はい、そしたらワカサギ釣りもやっちゃうの。あ、ワカサギ釣り体験もあるんですよね。それこそ先ほどカヌーでお話になったベカンベシ川なんですけれども、はいはい、冬になったら川が表面結氷するんですよね。ベカンベシって
結冰しちゃうの？はい、そうなんですよ。そこで、ワカサギ釣りの体験を行ってるんですよね。これ四季折々に行くとなんかこう楽しいですね。そうですね。あのね、トカさんカヌーで楽しんだ後に、はい、冬に行ったら凍ってるわけでしょ。そうです。ああ二度行きたいですねこれね。ぜひお越しいただきたいですね。そっか、この旅得の方は5000までの割引があって、はい、年明けの3月20日まで、はい、詳しくはホームページですか、ね、そうですね、ホームページ、明石宿泊割キャンペーンと、旅得明石キャンペーンどっちもホームページに載っておりますのでご確認いただければと思います。はい、分かりました。本当、はい、独特ですね。はい、はい、そしてね、はい、塚田さんがこよなく愛していつもバーベキュー食べてる牡蠣、はいはい、このお祭りが10月に、はいはい、3年ぶりにですね、あっきし牡蠣祭りが開催されることが決まりました。はい、はい、期間なんですが10月の1日土曜日と10月の2日日曜日で飛びまして10月の8日土曜日から10月の10日の月曜祝日までの合計5日間開催されることが決まりました。あ、10月の頭の土日と、はい、その後の3連休ですね。はい、そうです。5日間。5日間です。これそっか、コロナでね開催できなかった。そうなんですよね。3年目ですね。そうですね。2年中止になってたので、もうみんな秋庄民のもうみんなやらないのかっていう声もありながらでしたけどもやっと開催できるようになりましたね。そうか、今までは塚田さん一人祭りだったんですね。一人で祭りしてたんで ね、自分一人でバーベキューで祭り楽しんでました。でこれ内容はどんな内容なんですか。はい、ですね、会場内でですね、まあ、感染対策は講じるんですが、はい、バーベキューの炭を起こしたものを貸し出しいたしますので、うん、そちらを使っていただいて会場内で牡蠣の出店業者いらっしゃいますので、はい、そちらの方で自分の好きな海産物等を買っていただきましてその場で焼いて食べていただく祭りになりますね。ということは塚田さんの日常を体験できるんだ。そうです。僕がいつも楽しんでるバーベキューを皆さんぜひ楽しめるということで。なるほど、はい、これ牡蠣以外にも海産物ってあるんですか。 ありますね。おすすめは。そうですね、ちょっと今年まだはっきりとはまだ決まってないんですけれども、まあそうですよね、はい、ちょっと例年ですとあと、まあ、秋が旬のサンマであったりとかが僕は好きでしたね。そうですよ、はい、で収穫量によりますからね。そうなんですよね。でもそっか、牡蠣だけでもなくいろんなバーベキューを、はい、でもこれ炭火が貸してもらえるっていうのはいいですね。そうですね、本当に自分で楽しめるっていうんですかね、そのまま家族で来られる方もいらっしゃって、で炭一台借りてみんなで炭囲って食べて楽しむっていうのがかき祭りの醍醐味になってるので。なるほど、はい、でもあっけしは一年中かき食べられるじゃないですか、はい、この時期はどのかきなんですか。今売ってるのがですね丸えもんっていうものになるんですよね。あ、全部もんがそうなんです。全部じゃないけど門つくの多いですよね。そうですね、ブランドになってるので丸えもん、丸えもんという牡蠣になりますね。どんな特徴があるんですか。そうですね、身入りもしっかりしてて、今ちょっと産卵時期もあって身がふっくらしててクリーミーな味わいになってるんですよね。出た、はい、クリーミーね、はい、牡蠣だね。いやでもこれやっぱり食べ慣れてるから、はい、塚田さんもなんか奥塚さんが好きなのはどの種類ですか。丸えもんの他にもありますよね。あ、そうですね、今この時期ちょっとないんですけれども、他にもブランドございまして、僕は弁天牡蠣っていう厚岸町のブランドがあるんですけれども。あ、聞いたことあります。はい、そちらの牡蠣いつも食べてますね。そこはいつなんですか。あ、冬になるんですよね。冬もう後になるので。あ、でもあれですよね、はい、宿泊割を使ってね、はい、冬になった時に。あ、そうです、ね、そうです。牡蠣祭りには行けないけれど。そうです、ね、じゃあ塚田さんの一押しの弁天牡蠣を食べに行くと。はい、ぜひ弁天牡蠣の他にもあと牡蠣えもんっていう種類もあるんですよね。牡蠣えもんもあった、はい、でそちらもありますので、ぜひまた牡蠣祭りに来れないよっていう方もですね、宿泊割キャンペーン等をやってますの で、ね、ぜひお越しいただければと思います。あ、なんかじゃあ今聞いていただいてる方もね、はい、ちょっと待てよと、またカレンダー見て、はい、1日2日8、9、10、あ、いけるかないけないかなと考えるじゃないですか、はい、あ、ちょっとここ無理と思ったら、はい、
年内は宿泊割を使って、はい、実質3000引きだし、はい、その後のプレゼントも当たるかもしれない、はい、ということを考えつつ、はい、じゃあ夏季のバーベキューをどうやってやるかと。そうですね。それはお一人で行った時にはあのバーベキューを貸したりするところあるんですか。先ほど話してた道の駅があるんですけれども、はい、そちらの方にですね炭焼き炙り屋というところがございまして、そこはあの店の中で炭焼きを楽しめる施設がありますので。塚田さんの行きつけのところ。そうですね、僕はもういつも行きますねなるほどね、はい、楽しみ方いろいろですね。そうですね。いや、アウトドアのね、先ほどの旅徳の方のカヌーに始まって、はい、さまざまなね四季折々の楽しみ方ありますからね、はい、塚田さん、じゃあ今、はい、ちょっと若干こう食べ物に偏っちゃったんですけど、はい、それ以外に景色の面では、はい、なんか一つおすすめのところを教えてもらっていいですか。景色がですね、厚岸町は本当景色がめちゃくちゃいいところが、ね、多いんですよね。たくさんありますからね、はい、一つで言うと困るかもしれませんが、はいはい、僕のおすすめはですねアイカップ岬というところがあるんですけれども。あれ岬の先までこう行けるところですよね。そうですね、本当岬の先端まで行くことができまして、目の前には本当に太平洋の水平線がバッチリ見えるんですよね。アイカップっていうのはどういう字書くんですか。アイカップはですね、愛はラブの愛ですね、はい、にカップはあの冠ですね。あ、そうだ、頭にかぶる冠。あ、なんかホームページ見た愛とロマンのってやつですよね。あ、そうです、愛とロマンですね。あ、できそうもない困難を乗り越えるとかっていう意味でしたっけ、はい、そうですね、アイヌ語のが由来になってまして、矢の上のものっていう意味があるんですよね。あ、そうなんですか、はい、でそれでも、矢の上のものは届きそうでも届かないっていう意味がありまして、それですね、それから名前が由来で来てるんですよね。じゃあ届きそうで届かないのを、はい、このここで行くと届いちゃう。そうです。え、塚田さんは届きました。そうですね、俺もバッチリ届きました。あ、え、もうじゃあご結婚されてるんですか。あ、そうですね、ご結婚されてますね。いや、いいね、このアイカップ岬の、ね、恩恵ですかね。そうですね、バッチリ受けてるかもしれないですね、はい、じゃあですね、楽しくバーベキューも、はい、そしてね、アイカップ岬もですね、はい、様々てんこ盛りですけど、はい、最後にちょっと一言、はい、リスナーの皆さんに厚岸の魅力いいですか。はい、厚岸町はですね本当自然豊かな町になっておりまして、食でもよし自然でもよしの楽しみが詰まった町だと思いますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。はい、わかりました。はい、今日どうもお忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで厚岸町役場観光商工課塚田翔也さんにお電話をつなぎました。いや、なんか楽しそうですよね。うん、若いというだけじゃなくてちゃんと経験も積んだ上で、そして美味しいものを食べ、そしてアイカップ岬での話はうんぬんということですけれども、やっぱりね、役場の方がね、あるいは地元の方がね、楽しく美味しくこうやってるっていうことが、こう魅力をね、こう皆さんにじわーっと伝わっていくんですよね。地元の方が楽しいということ重要なんですよね。お送りしてきました大山信介のみんなの北海道2100。ここで8月28日放送分のプレゼント、そうです、函館古道圏餃子ニンニク入りキーマカレー、こちらの当選された方は大阪府伊丹市雄一さん、京都府は京都市哲司さん、北海道は札幌市ひろゆきさん、以上3名の方です。そしてごめんなさい、先週忘れてました、8月の月間プレゼントの当選者お伝えするの忘れてました、すいません。こちらはほろかないそばセットです。ほろかないそばセット当選された方、兵庫県は神戸市みっちゃん、北海道は遠軽町よっちゃん、お二人です。待っててくださいね。そして9月の月間プレゼント、こちらはですね、南ポロ町農園の夢ピリカ新米5キロ、お二人、農園、農業の農に猿ですね、モンキー、動物の猿と書いて農園、この元気なチーム、ね、
9月のですね18日と25日、これ非常に8月に好評だったので日帰り田園ツアー行います。蜂蜜を取る体験とかいろんな体験ができますので、農園ぜひですねこちらのホームページ見てください。飛び入れでもできますし、事前の予約も、可能です。ということで月間プレゼントは南幌町農園の夢ピリカ新米5キロです。今週のプレゼントとダブルエントリーもできますので、どちらもご応募されたい方は厚岸町と農園両方書いてお送りください。ということで今週は東北海道道東の牡蠣の町、そして、大自然の町でもありますね、厚岸町でした。元気でしたね塚田さんね。いやもう会いたくなっちゃったな。なんかやっぱ若いくていろんな経験をして燃えてるんですね。そして実際に牡蠣混ぜるが今週のプレゼントですけど、もう牡蠣食べまくるですよね。美味しそうだな。そして宿泊割や旅得コンテンツのですね、旅得今日ねキャンペーンのお話ありました。ホームページでご確認いただけたらなと思います。お送りしてきました大山信介のみんなの北海道2100、お相手は今日も来週もそしてずっとあなたのそばに大山信介でした。それでは来週またこの時間にお会いいたしましょう。